道の小十郎、参ります。己の道を行くだけだ。 高い真田丸は避け、城内を狙え。大手門と玉造門から侵入し城を制圧せよ。父上はもちろん、将軍の俺が敗走しても、この戦は負けだ。皆の者、奮起せよ。 真田丸で戦う味方が苦戦しておるな。こちら、体が思わしくないときはすぐに引け。正信さん、ご心配には及びません。ひとたび戦場に出れば病の敵か。敵将、討ち取った。 大阪城へ打ち込み、豊臣の士気を受け。せろ。また一つ。 任せておけ。任せておけ。かしこまりました。敵軍を果たす。その武勇、あやかりたい。少々やりすぎてしまいました。
また一つ。これで終わりだ。という強さよ。お見事にございますが。呼んであげるな。開門。もうおしまいでございますか。では敵総大将秀頼様にお目通りして伊達家家主片倉Kojūrō ご無礼を秀頼様の御印頂戴いたします。かしこまりました。不覚でございました。私にはもう時が残されていないというのに。時は稼ぎだから。清原地城内の敵を一掃する。デモン特と見よ特と見よ。このままでは炎に包まれるぞ。王様を燃やしてでも任せておけ。これが雪村様の魂でございますか。ですが私はひるむわけにはまいりません。お味方を救出し体勢を立て直しましょう。一度に任せてあげて。大阪城が炎上している。城内にはまだ味方がいたはず。救援するぞ。火の勢いが弱い。フーマの準備が妨害されたせいか。Kojūrō もうよい。大阪城は燃えた。戦はこれまでじゃ。かしこまりました。かしこまりました。政宗様は寝ぼけていらっしゃいました。まだ秀吉様が生きているんでございます。この羽ばき軍秀吉様の居場所を探ってくださいませ。城内のお味方は救援できましてございます。すぐに城を脱出いたしましょう。門はまだ閉まっているから。突撃し押し開けるのだ。開門。この好機逃さぬぞ。開門。聞かせてもらう。
申し上げます。秀頼は西砦に潜伏している模様。やだ、バレちゃったの？早く逃げちゃって、秀頼ちゃん。大阪城まで犠牲にしたんだ。任せておけ。何としても逃げ切り再起を図る。では本気で秀頼を逃がすことはできない。もうこんな戦は終わらせなければ。敗北条件抵抗。豊臣はこれまで。だが私の闘志は、魂は燃え尽きていない。徳川の主力は将軍の守備に追われている。この隙に家康公を討つ。私に残された時はほとんどございません。これで終わりだ。できました。これにて伊達家は安泰でございましょう。